ギリシャのユーロビジョンソングコンテストでは、ギリシャにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。2019年までに、ギリシャは1974年以来、1975年、1982年、1984年、1986年、1999年、および2000年の各大会を除き、 毎年ユーロビジョンソングコンテストに参加を続けている。26回目の参加となった2005年大会では、エレーナ・パパリズーのマイナンバーワンで、ギリシャは初めてユーロビジョンソングコンテストの優勝国となった。この時、視聴者投票によって最高得点である12点をギリシャに送った国は、全部で10に上り、1997年大会での カトリーナザ・ウェイブスの、ラブシャイン、エーライトと並んで、過去最多となった。2005年大会の後、エレーナ・パパリズーの参加曲はギリシャに加えて、キプロスとスウェーデンで首位となったほか、ルーマニア、オランダ、ハンガリー、ベルギー、そしてアメリカ合衆国のビレボードホットダンスクラブ、プレイでも10位以内に入った。2005年、ユーロビジョンは50周年を記念する特別。 プログラムコングラチュレーションズを催し、その中で、エレーナ・パパリズーのマイナンバーワンは、ホールド・メナウ、ネルブルー・ディ・ピント・ディ・ブルー、ワーテルローに次いで4位に選ばれた。ギリシャが優勝を果たした2005年以前で最も高い、順位を出したのは2001年大会でのアンティークの大フォーユーと、2004年大会でのサキス・ルーバスのシェイク・イットで、共に3位であった。 ギリシャの最低順位は2016年大会でのアルゴのユートピアンラントが準決勝16位に終わり2004年に準決勝が導入されて以来初めて決勝進出を逃した2006年大会は前年の大会でのギリシャの優勝によりギリシャのアテネで開催された司会を務めたのはかつて ギリシャ代表として大会に参加したサキスルーバスとギリシャ系アメリカ人の司会マリア・メヌーノスであったギリシャ代表として大会に参加したのはキプロスのギリシャ人歌手アナビッシュであったサルベルヘルシンキでの2007年大会にてキプロスとギリシャが互いをひいしていると一般的に非難を受けまた参加するすべての国々の中で キプロスとギリシャは互いに投票し合う傾向が最も強いことは統計的にも示唆される。テリー・ウォーガンは昨年の大会でギリシャとキプロスが互いに12点を送り合った時、この事実をまとめた。長年にわたってこのようなことは全く馬鹿げたことだと言われているが、なお両国はこれを続けている。彼らは気に求めないのだ。 出展、ルース・アレクサンドル、ザ・マスス・オブ・ユーロビジョン・ボーティング、BBC ニュース・ギリシャは、特に近年は、キプロスとの間で最高得点である12点を、互いに入れ合っていることで知られており、会場でよくブーイングを浴びられた。この他の例として、バルカン半島の国々、スカンディナビアの国々、かつてのソビエト連邦の国々、バルトの国々は互いに投票し合うことが知られている。 ギリシャとキプロスが互いに12点を入れ合うことについては、両国の住民の多数派を占めるのは共に、ギリシャ人であり、ギリシャ語を話し、共通の音楽感覚を持っていることが理由ではないかと考えられている。この投票同盟に関する批判を受け、2008年大会の準決勝では、ギリシャとキプロスが互いの国に投票することは禁じられた。 大会前のプロモーション活動では、ギリシャとキプロスの代表はユーロクラブを共催し、他の17カ国の参加者や1500人の観客を集めた。カロミラ、ベオグラードで行われた2008年大会にて、ギリシャは準決勝が導入された2004年以降、2016年大会と2018年大会を除き毎年決勝に出場している。 2004年から2011年までの間、ギリシャは毎年決勝で10位以内に入ってきている。ギリシャは2004年大会には3位、2005年大会では1位、2006年大会では9位、2007年大会では7位、2008年大会では3位、2009年大会では7位、2010年大会では8位、2011年大会では7位であった。 ギリシャは1975年大会において、欧州放送連合によると、不明な理由により、大会には参加していない。しかし、この年はトルコが初めて、ユーロビジョンに参加し、また、トルコによるキプロス侵攻があった年であり、これらに抗議したものと考えられる。 ギリシャは1982年大会では失格とされた。これは、この時、テミス・アダマン・ディディスが歌う予定であった、シグマ・アルファ・ロー・アルファ・ニュータウ・アルファ・パイ、ニュータウ・イプシロン・パイ・イプシロン・ラムダ・ヨタは既存の曲であったことが明らかになったためである。この曲はよく知られたギリシャの民族音楽をアレンジしたものであり、これが大会の規定にそぐわないものであった。 大会に参加する曲は、作詞、作曲すべてが、独自のものでなければならず、カバー曲は認められていない。ギリシャは罰金を払い、翌年の大会への復帰が認められた。アダマンディディスは、参加が認められていれば、大会で2番目に登場して、歌うことになっていた。ギリシャ国へ放送は、1984年大会への参加候補曲はすべて、 質が低いとして参加を取りやめることを決めた。ポリーナ・ミセリドゥは、ノルウェーのベルゲンで行われる1986年大会のギリシャ代表に選ばれていた。しかし、ギリシャ国へ放送は突然、ユーロビジョンへの参加を取りやめた。ポリーナ・ミセリドゥは、これは、当時のギリシャ内部で起きていた政治的理由によるものだとしているが、ユーロビジョン公式サイトによると、 参加取りやめの理由として、大会が、聖教会の復活大祭の前夜に当たるためとなっていることを指摘している。取りやめずに参加していたら、ポリーナは18番目に登場して、ベータガンマカッパニューラムダイオタを歌うことになっていた。ギリシャは、この年の参加条件であった過去5年以内の平均獲得得点が基準値を下回ったことにより、 1999年大会への参加は認められなかった。ギリシャ国へ放送は資金面の理由により2000年大会には参加しないことを明らかにした。以下は各大会でギリシャ代表として参加したエントリーの一覧である。ギリシャから高得点が送られた国々、ギリシャに高得点を送った国々。ありがとうございます。